演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、業務スーパーのトリプルチョコレートマフィンを食べたいと思います。これ冷凍なんですね。ただ常温のマフィンは食べたことありますけど、冷凍のマフィンって食べたことない気がしますね。それではこちらがその冷凍のマフィンです。半解凍のまま召し上がってくださいって書いてました、ね、もう解凍は終わってると思いますが、おー、こんな感じになってます。では中身をちょっと拝見。トリプルっていうのは生地、ダイスチョコレート、まあちょっと見えにくいですけど、クリームの3つを指してみたいですね。ではいただきます。ベルギーチョコレートによくある濃厚さは堪能できるけど、これは濃厚すぎる？マフィンの生地とダイスチョコレートで食感、クリームで味を出してみましょうが、全部チョコレートなので味に変化がなく、なんか一直線平坦になっている気がしたのがちょっと残念でしたね。クリームの味が確かにチョコレートの濃厚さを口の中で広げてはくれるのですが、全部チョコレートなので、なんか最初1つ食べただけでちょっと飽きが来てしまうような、そんな気がします。まあ1つだけ食べたいようなのがいいのかもしれませんが、ちょっと平坦すぎてもうちょっと変化欲しいなと思ってしまう部分があったのが残念なので、こちらの点数とさせていただきます。目力用は恋の先なり、この月のこの月で終わってしまうのでしょうか。この恋のご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。